しますか。はい、はい、それでは後半のゲストをお呼びします。くらはさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、話しグーだぜ。やっていいかな。緊張している、はい、あどうもどうも、ご無沙汰しております。はい、前回はあのマジフィルテルのゲストとして来てもらったんですけど、はい、今回はソロで、ソロ登場、どうですかソロ活動は。ソロ活動ですか。はい、いや、なかなか充実した感じで、でももう一人でね、ぜひもうアルバムを作りまして登場ということなんですけど、見てくださいこの赤い枕。かわいらしい。もうなかなかできへんねこれ、かっこよく。ねえ、なんか鼻水垂らしたなんかね、あの感じですよね。巻いたら、俺が巻いたらな、多分な。いやー、お似合いで。こんなんとか自分で買いに行ったりもするんですか。いや、これはちょっと用意していただいて。ああ、そっか、そうか、はい、似合うね、本当にもう、なんていうの、骨がええねやろな、顔の作りの。ね、外人みたいですもん。あ、なんかね、前回、はい、あのそのバンドで来てもらった時に、くらはさんにとって大事件が起こったんです。これ何なんですか、一体これは。いや、そんな言うほどの言うてください、ここ台本あるんで言うてください、これ。いや、あの、はい、ですね、マリス・ミゼル時代は、はい、右目を前髪で完全に隠してたんですけど、はいはいはい、あのこのミュージックチャットに、はい、あの出場、はい、出演出場で大丈夫と思います。出演した時だけ、はいはい、唯一あの左目を隠して右目を出すっていうことにチャレンジしたんですけど。見たぞ。なんでなんですかそれは。あ、見た、見た、知ってた。うそー、びっくりしたやろ。そうか、なんか練習したみたいになってんな、君は喋り方が。それ一回きりなんですか。でもそうなんですよ、おかげで終始落ち着かなくて。あ、そうなんですか。じゃあ、どっちが落ち着きますか。え、あの出してる方と隠してる方。うん、やっぱり出してる方がもう視界も広くそうですよ、今もうね、今回ソロは両目見えてますからね、そしてあのアンケートもね、いただいてるんですよ、これ綺麗な字やな。で、クラハさんがね、ハマってるもの笑いますよ。笑いますよ、これ、うん、このルックス、このマフラーで最近ハマってるもの、ことはサザエさん。サザエさん好きなんですか。好きですよ。好きですか、全然イメージと違いますよ。子供の頃からずっと見てて、最近すごいポップなんですよ、内容が。あの、どういうわけか、なんか三段落ちがあったり。三段落ちてくらさんの凝ってるわけですね、こっから今までにないこう軽快さがあって。あ、最近ちょっとさらにスキルアップしてるわけですね、サザエ側の。だからあの、サザエさん友達っていうのがいるんです。ひーちゃんっていう友達がいるんですよ。ひーちゃん、どんどん庶民的になってますよ。なんかひーちゃんにだけメルマが配信したりしてるんですよ。サザエさんあれ見た、本当に好きなんですね。でもここに書くっていうことは大好きでね、他のとこもね、なんか最近とにかく忙しいらしくて、レコーディングとかリハーサルで、で今年一番起こったことですよ、レンタルビデオを借りてもいつも見れないまま延滞料金ばかり払わなくてはいけないこと。ほら腹立ちますよ。最近5回ぐらいありましたから。どれぐらい行くんですかお金。3日間で600円ぐらい。でも3日延滞するっていうのはすごいですよ、見てないですし。見てないで返す。見ないで返すんですけど。映画とかよう見張るんですか。そうですね、好きで見たいなと思って借りるんですけど、結局見れないまま。もう休みなしなんですか。ないですね。そうですよね、今回のね、アルバムご紹介してください。はい、ファーストアルバム、はい、じゃあですね、出ております、ノスタルラブ。これアルバムのタイトルはこれどういう意味なんですか、ノスタルラブ。これはあの自分の中の心象風景を音楽に変換する施設がノスタルラボなんです。それは、クランさんが考えたことじゃなくて実際あるんですか。いや、実際はなくて、うん、あの自分の中に、心の中にある施設というか。へー、
いなんかロマンチックだよな。ロマンチックだよ。そんな思いつけへんもんね。まあ俺の話はもうどうでもいいか。うん、どうでもいい。客の意見を代弁したらいい。ほんでこのアルバムが初ソロアルバムにして初のセルフプロデュースですよ。すごいですね。え、はい、どうでした？大変やったでしょ。そうですね、うん、やっぱり全てにおいて自分で考えて作っていかないといけないんで、うん、もう曲出しの段階から。そうですね、何曲か書いた中で選んだんですか？曲的にはまだそのアルバム以上にもっとあって、その中からまあその一つの流れというか一番そのプリズムっていうテーマがあったんで、テーマを決めて、はい、だからその色合いを放つプリズムっていうモチーフがあるんですけど、そこになんかそぐったというか、その中でもさらに色を放っているものっていうのを集めて、全部それも自分で曲順もこうやなみたいな。そうですね、うん、レコーディングって結構長かったんですか、期間は？期間短かったんですよ。普通のですか、ね、ミニアルバムを撮るぐらいの期間で、じゃあパパパッともアレンジも決まって。そうですね、まあでもそのプリプロとかにはすごく時間はかけたんですけど、実際レコーディングに入ってからはほぼ毎日朝まで。うわ、朝までやってたんですか。で猫にご飯をあげに帰って。あ、そうや、ハマってることにね、猫工程張るんですよ。はい、じゃあ猫はスタジオにはでも連れていただいて置いておいて。そうですね、本当やったら連れて行きたいと思う。ずっと待ってますよ。朝帰って、はい、餌あげ て, あげてサザエさんのメールを送って寝るって、そうか。ないでしょ。ん、ないでしょ。いい話俺ないな。一切ない。二十歳超えてからいい話ない。まあ、ね、僕の話は本当もうええから曲いけよ。みんな怒ってますから、はい、じゃあ曲の方に行きましょう。はい、それでは曲紹介をお願いします。はい、ではスケープトランス間違えました。大丈夫、曲紹介をお願いします。スケープ with トランスペアレントウィングス。